出かけてました。やっほー、こんばんは。やっほー。これはさ、まずこっちを固めてからあんこを周りにつけるってこと？そうだね。北の住人さん、コウタンさん、ラントゥーリブさん、ありがとうございます。あやさん、ありがとうございます。ははは、私は暑いかな。料理っていうか、まあ、ただちょっと好きなことをしてます。おはぎを作るのですって言っても、おはぎをもう包むだけなんですけど、たっちゃんさん、ありがとうございます。そう、おはぎ大好きな、おはぎちゃん。どんぐらいだろうね、1個。こんぐらい？少ない？ちっちゃくていい。あ、ここってするから。こんぐらい？それぐらいいいかも。結構ちっちゃいよ。もうちょっと、ちゃんちゃん、電気つける？うん、どう？こんばんは。明るくなった、うん、つけない。え、つけときなよ。つけない、消すわ。こっちがいい。たっちゃんさん、北の住人さん、ゴーちゃん、ありがとうございます。これを、これはもち米です。ギュッとしたらいい、うん。暑いでしょ。暑いけど、暑いとか言ってられないので頑張りましょう。いや、それそれをいっぱい作っといたらいいです。そういうことね、うん。じゃ、とりあえずこのサイズのもち米様をいっぱい作ります。これはもうまん丸よりちょっとなんかさ、楕円の方がいいよね。ダメだ、三角になるんだけど。あ、なってる。こんばんは。メフラスさん、ただの魚さん、くんちゃんさん、ありがとうございます。こんばんは。皆様は今日どう過ごしでしたか？楽しい土曜日でしたか？花みんちゃん、ノエル&ラッキーさん、ありがとうございます。おはぎはずっと食べたかったので、作りたくて、ずっと食べたかったから、そういう、ただ食べたいがゆえに作ってます。これを作ったやつはなんかこの辺にポンと置いて、いっぱいもち米を作りましょう。お寿司食べてきた、いいね。友達とララポート行ってきた、え、いいね。楽しく過ごせましたか？何買ったんだろうね。よいしょ、ちょっと多かったかな。同じぐらいの大きさの楕円だと、あー、ピーポー、平気。結構潰さなくても大丈夫だよね、もち米。うん、そういえば、うん、潰した方がいいの？なんかそのままでもいい感じじゃない？うん、結構もうね、いい感じだよ、うん。さっきスケさんでおはぎ、すごい奇遇ですね。私もスケさんのおはぎ大好き。あたりさん、ありがとうございます。かわるさん、なんか楽しんでて何よりで。ペット科の焼肉屋さん、何それ、ペット科の焼肉屋さん、すごい、うちの子暴れ苦しそうなんだけど。おもんない人さん、ありがとうございますね。もう肉に暴れ回りそう、うちの子。ゴーちゃん、ありがとうございます。ズンジュシェイクも、いいね。おもんない人さん、ありがとうございますね。うちの子肉に暴れそうなんだけど。連れていけない。こうちゃん、こうたんさん、ありがとうございます。けんいちさん、ありがとうございます。ガンギマって、ね、うちの子が焼肉の香りとか嗅いだら、多分前目がガンギマって暴れ出しちゃうよ。まさあきさん、フォレストさん、ありがとうございます。ね、びっくりしちゃうよ、うちの子、ね、信じらんないよ。すごいね、お利口さんのあんこだね。うちの子が暴れすぎてるだけなのかな。お寿司パーティーいいね。セブンの韓国、あー、なんかやってるよね今。なんかさ、マカロンアイス、どこのセブンに行っても見つけられないんだけど、幻あれ。ゆきさん、ありがとうございます。はしもっちゃんさん、ありがとうございます。お肉来るたびにくんくんおやつで。そんな可愛いもんじゃない。多分うちの子そんな可愛いのですまないわ。おやつじゃ我慢できないし、くんくんじゃ我慢できない、うちの子暴れ狂いだすよ。
そうもう考えられないお利口さん。まださーきさん、チョコレモンさん、ありがとうございます。ゴボットエンド、いいね。クマケンさん、ありがとうございます。どうだろう、今日福岡はね、雨降ってましたよ。だから明日もどうだろう、ワンチャン雨降ってんのかな。ちょっと少なかったかも、もうちょっといる。はるみさん、メイビーさん、ありがとうございます。ニコさんすごいですよ。その人すごい、あの職人貪欲ですから明日も雨かね。梅雨だからね、もうすぐで。まだ梅雨入りはしてないのかな。まだ梅雨入りはしてないけど、まあ梅雨間近ということでね、雨です。えい、そうだ、ちょっと携帯。バイチさん、ありがとうございます。こんにちは。福岡は昼に、あ、天気が、あ、いいね、それは良かった。ガロアさん、ありがとうございます。南九州ね、なんか沖縄を梅雨入りしましたっていうのなんか見たんだけど、ガロアさん、ありがとうございます。バイチさん、ありがとうございます。これあんこ足りるかね。ね、どうする、これもち米って余ったらどうする。あー、きなこ、あーね、あ、あーでも、あー、そういうことね。あんこ、ノーあんこシャキシャキキュウリさん、橋本ちゃんさん、ありがとうございます。なんでせあのおはぎを作ってるかというと、食べたかったからです。はい、理由は単純です。食べたいから作る、以上ですそう、食べたかったの、おはぎが。はい、よいしょ。置く場所なくなってきちゃった、どうしよう。助けて、ドラえもん。あんなこと、結構あるね。そうだよ、これは洗ってる、洗ってる。夢だろいな、こんな夢、こんな夢いっぱいあるけど、こんなところに置いてたら濡れるじゃないか。置いてたよ、初めからかじゃないよ半分水っすね最悪じゃないか。はるみさん、あやさん、ありがとうございます。よいしょ。今は永遠になんかこのぐらいのサイズ感のもち米を丸めてます。楕円型にしてます。コミューンさん、ありがとうございます。そう、もち米が2合分あるので、とりあえず2合分丸めてやるって感じです。嫌な、できない、やんない。そう、自分が食べたいから作ります。よいしょ、OK、ちょっとベタベタしてきたラップ変えよっかな、卒業あんこ足りないね。ね、あんこ足りないよね。これ多分4つくらいしかできないんじゃない。いっぱい炊いたつもりだった。
ね、もち米の塊がいっぱいできそう。まあいいか、きな粉で食べましょう。そんな時は。こんばんは。ね、意外とあんこが思ったより少なかった。ね、きなこ餅になりましょう。冷凍していつかの非常食。一旦持ち込みやめる、うん、おはぎに取り掛かる、うん、一枚欲しいかこれ持ち込みパイセン、うん、でここにあんこちゃん乗せて、いやね、ギュッてやったらいいのしてね、大きかったかな、いいんじゃない。よし、じゃあラップにあんこを敷きましょう。あんこどんぐらい、もういい感じかな、これ食べてみて、全然甘さ見てないけど、程よい、うん、うんふん、うん、うんふん、うまっ。これをこうして、うん、ベンしたらいいの、うん、こういうこと、そうそうそう、もうちょっといるよね、全然、うん、全然足りなかったね、赤ちゃん、ね、全然足りないね。まだいるもんね、うん、よいしょ、どうだ、まだまだあんこ、もうそれくらいでいいかな、ね、よし、あんこを広げたらその上にもち米パイセン、楕円型に固めたもち米パイセンを乗っけましょう。足りないかな。気合で、あとは気合力技です。気合であんこともち米をグッとしたらグッとしましょう。なんか多少あんこが少ないんじゃないかなとか思っても気合でいきましょう。きっと気合でなんとかなることでしょう。なんか比率がおかしいなと思っても気合でいきましょう。見えない見えない、あら、どう、あ、いいんじゃない、でもなんか圧倒的やもち米って感じじゃない？大丈夫かな？どう？あ、見た目は素敵じゃない？うん、見て、見た目めっちゃ綺麗。ね、見た目めっちゃ綺麗。え、いっぱいできたらユネスにあげようかな。うん。ね。どう？いいんじゃない？美味しそう。明日中に食べてもらって。ね、一個完成。これをじゃあなんかこのくるくるしてる方を下にして置いときましょう。じゃあちょっと次リナチ用にちょっとあんこ多めにしよう、ちゃんとちゃんと多めにしようと、さっき多分少なかったから。ご飯ちっちゃめでもいいかもね。確かにね、ご飯ちっちゃいのこれじゃない？下から3番目これちっちゃい、うん、よし、じゃああんこちっちゃいかつ、あんこじゃねえわ、もち米ちっちゃいかつ、ちょっとあんこをね、これベタベタくっつくね、うん、どうしたらいいんだ、スプーンで取る、そしたらスプーンにつくよね、うん、でもそれじゃあんこ少ない、いこうしたらいいのか、うん、どうかな、もうちょっとだね、うん、あ、1537日ありがとうございます、1537ありがとうございます、おめでとう、ありがとうございます、どう、あんこ、うん、で、これをここだよね、ちっちゃいよね、ちっちゃくない、ちっちゃくない、これ
これがちっちゃそうじゃない。こうしてえいえいや、またあんこ炊きますか、ね、いつか。これでよっよっ、後ろにグイグイして、後ろにグイっとあんこも持ってって、どうだか、おめでとう、ありがとうございます。どうだろうか、いいんじゃないか、うん、あ、結構いいんじゃない、まあまあいいんじゃない、比率は多くわかんないけど、良きな気がする。完成、完成。よし、じゃあこれはちょっとだけやる。あーごめん。OK、 完成。一個明日持っていこう。よし、こんな感じで作っていきましょう。もち米パイセンやって、うん、こんくらいじゃない、びしょしょこれ、うん、結構びしょしょ、最悪。よし、おはぎパイセンを作っていきましょう。いやーこれですね。これは大量のきなこ餅ができそうですね。よいしょ、えい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 、こんなもんかな、まあ手が多少って感じ。売店にもち米がつく。なんかいい感じ、うん、いい子食べたらいい子、まあ、とりあえずちょっと作る。作るというか包んでるだけなんですけど。とりあえず包みましょう。よいしょ、まあ、お手手でねにぎにぎしてもいいんですけど、まあ、手が大惨事になるのでラップを使います。さっきも使えない、うん、よいしょ、のばし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 、よいしょ、こんなもんかな。久しぶりにおはぎ食べる、おはぎは食べるんだけど、この作ってるおはぎは久しぶりに食べる、
昔よくなんか大量にお母さんが作ってたお皿に家に帰ったらなんかお皿になんか山積みにあれされてるおはぎが家にあったのえみたいな何事みたいな今日なかったっけってぐらい家に帰ったらそう山積みにされてるおはぎがそうお皿の上に並んでたりしてたんですけどね、なぜか山積みのおはぎがあったりそうお兄ちゃんがよく食べるから山積みにされてたんだけどびっくりするぐらいタカさんありがとうございます。よいしょ、あでもこれ結構いい感じかも。じゃん、綺麗。なんか十五夜の時におはぎ作ってる時もあったよね。十五夜ってお団子がさなんかだんだんになってピラミッド型になってるじゃん、あれのおはぎバージョンとかあったからそうお団子じゃない時もありました。おはぎもうちょっとかな、危なよいしょ、ペン。おはぎ、おはぎ。もちろんいい感じね、そういう感じ。おはぎはね、おじいちゃんが好きだったのでね、おじいちゃん家に行ったらあのスーパーとかで買ってましたしれっとカートに入れてました。なんかさ、大体さ、大きいショッピングモールとかに行ったらさ、なんかスーパーの近くにお団子屋さんがあるお店って結構あるじゃないですか。なんか、まあ、夢タウンとかそうなんだけど夢タウンとかそうなんだけど、焼きうどんさん、焼きうどん、カルアウスさん、ありがとうございます。なんかそう、大きいスーパーとか行ったら、なんかスーパーのさ、レジのさ、ちょっとまあ離れたとこにさ、お団子売ってるとことかあるじゃん。ああいうとこでお母さんとかおばあちゃんがお会計してる間にそうおじいちゃんがおはぎ買おうっつっておはぎ買ってたそうお母さんとかそうおばあちゃんがそうお会計してる間のねそうその隙にそうしれーっとおばあちゃん一緒にそうそうおはぎ買いに行ってた。美味しいよね。ね、あこも美味しいよね、お団子屋さんの。よいしょ。おはぎ食べてましたね。おじいちゃんはでも私の家に来たらぜんざい作ってましたよただあんこが好きそう一緒にお正月とかぜんざい作ってた。美味しいよね。私もあんこ好き。やめてよね。ちょうどいい、ちょうどよくはないちょうどいいよ嘘ちょうどいい、あんこのあんこともち米の比率がちょうどいいは大嘘です
しょ。どうだろう、いいんじゃない。私桜餅さ食べれないの。私桜味が食べれないんですよ。そうごめんねひじり。うん、食べれない。桜味が食べられないんですよ私。食わず嫌いかな。なんか桜味って言われて桜ってなるの。なんかもう感覚としてはなんかチューリップ味って言われてるような感覚と一緒の。なんかチューリップって食べるものではないじゃないですか。お花じゃないですか。それと同じなの。桜味って言われたらその感覚になっちゃうの。桜味って何、花じゃないのと思っちゃう。ともちゃんさんありがとうございます。できたね。うん、そういう感覚になっちゃうんですよ。みんなからしてもさチューリップってさ花じゃん。そうだからそういう感覚になっちゃうのさ。桜味ですって言われた時に桜味、そのチューリップ味とはとかなるじゃん。それと一緒、桜味とはって感じなの。あれってお花じゃないのって思っちゃうの。青のり、へえ青のりまぶしてるの。美味しそう。それはなんかいろいろ桜味ってあるけどね。そうそう、なんかハテナになっちゃうの。桜味って何なんだろうと思ってそう食わず嫌いを起こしています。柏餅ってさ葉っぱが柏なだけでさあんこやんね。柏餅はねそう食べるけど、でも私葉っぱは食べない派です。葉っぱは食べれない。葉っぱはいつも綺麗にちょっと別に置いちゃう。雪うどんありがとうございます。あーバニラ味ってバニラ、あーバニラ味ってバニラ桜味、あバニラ、そういうことね。バニラもそっかあれだもんね。でもなんかねそう食わず嫌いというか、そうスタバのやつとか飲んだことないの。柏餅の葉っぱってでも食べる人は食べるくない？食べないのかな。なんか食べるって聞いたことがある人はいる。なんか食べる人は食べるよみたいな。桜は比較的になんか食べる人の割合多いけど、柏餅はごくまれに食べる人もいるって聞いたことがある。柏の葉っぱの方。ケロックニさんありがとうございます。食べる人はあんまいない。桜餅の葉っぱほど食べる人いないっていう。よいしょ。けどね。よいしょ、よいしょ。あと2個分かな。あんこ。前なんかアンケートで聞いたよね。うん。なんかね、なんかショールームでね聞いたんだよね一回。柏餅の葉っぱ食べますかみたいな。いらっしゃった。確かにいらっしゃった気がするよ。うん、あらーってびっくりしたもん。私も食べないと思ってたから。柏餅の葉っぱそう桜餅は食べるけど柏餅は食べないんじゃないと思ってたけどね。なんか何人かいらっしゃいました。ぼーちゃんさんありがとうございます。私は食べません。私は綺麗に撮ります。大地さんありがとうございます。味付いてるやつあるんだ柏餅の葉っぱ。それだったら食べられる。え、食べる人いるよね。ごく稀に。桜餅よりは多くないんだろうね多分。何個食べるかな。でも何個かあげてお母さんにもあげて冷凍します。
はい、最悪ってかほぼ冷凍です。今日もしかして食べて明日食べてみたいな感じの分だけ常温で置いといてほぼ冷凍です。お休みって感じ。あんこ先生最後です。最後だけすごい特盛りあんこ大当たり。おはぎ先生、あ、でも残ったもち米4つ意外とじゃない、もっといっぱいお残りになられるかと思ったら意外とでした。おはぎの解凍、え、普通になんか常温でちょっと戻してレンチンしたらいけない。知らんけど、でもさ、あれない、スケさんうどんのさ、ぼたもちも冷凍ないっけ、スーパーに冷凍売ってないっけ、ぼたもちスケさんの、ね、冷蔵庫で解凍して食べる直前にレンチンしたら良さそう。あれ冷蔵なの、あれ冷凍じゃないの、あれ冷凍かと思ってた、ずっと。なんかスーパーにさ、冷凍のなんかなんだっけ、冷凍食品エリアにいないっけ。冷凍あるよね、なんかね、常温じゃないわ、冷蔵庫で自然解凍して温めたら良さそう。あ、終わり。ホイルにくるんで、ホイルでジップロックに、で、冷凍、ホイルに言ったっけ、ホイルないよ。ないの、ないよ、うちにアルミホイルなんてものは存在してないけど、どうしようか。できた、最後のおはぎ。うん、上アルミホイルない、ラップで生きてる。うん、もち米何を使う？落とし蓋。トースターないもん。それで言うとトースターないから使わないよ。あ、ホイル焼きとか、そういうことね。なるほどね。グリルないもん。終わり。そういうことか、なるほどね。アルミホイル使う出番がなくて、レンチン任せだから。じゃあ本当はラップに包んで、アルミホイルに包んでジップロックに入れて冷凍した方がいいんだ、だってみんな。私どうにか考えるけど。そう、本当は冷凍するとき、こういうすべてのもの、餅系はラップに包んで、アルミホイルに包んでジップロックに入れて、そう、冷凍した方がいいんだって。どうしようか。私は今から
終了。もち米先生回収。ね、買いに行けって感じだね。明日公園前に買いに行こうかな。あ、そう、お茶飲みたい。終了です。もち米先生も包み終わりました。包み焼きハンバーグ。私未だにそう信じられないの。ココスにドラえもんがもういないっていうこと。私の憧れのココスにもうドラえもんがいないってことが私はまだ受け入れられない。なかなかなかさん、R さん、ありがとうございます。そうだからレンチンするときにアルミホイルから出せばいいんだよ。ラップしてアルミホイルして、そうラップしたこまごましたのを一気にアルミホイルに包んでジップロックに入れて、そう保存するだけだから。一個ずつアルミホイル。あ、一個ずつアルミホイル。一個ずつアルミ、これの上からアルミホイルしてジップロック入れて冷凍するから、解凍ってかレンチンするときにアルミホイル外せばいいから。できるよ。して。ダメだっちゃう。ちょっと一個食べる。そう、もういないんだってよ、ドラえもん。あんなに CM で見てたのに。あんなに憧れていたのにいないんだって。私まだその現実が受け入れられないからココスに行けてない。会えなかった。そう、熊本にココスがなかったんですよね。なくて福岡にココスがあって、うわココスやんと思って、憧れのと思ったらいないんだって。いただきます。うんふん、うん、うんふん、甘さも良き、甘さも良きだし、なんか意外とあんこの量ちょうどいい、うん、硬さも良き、うん、うん、うんふん、あんこもいい感じ、うん、いい感じ、全部いい感じ、美味しい、うん、あるさん、ありがとうございます。うんふん、大成功。結局おはぎは1個2個3個4個5個6個7個8個9個できました。うん、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 9個出来上がってもち米オンリーが4個出来上がりました。これは後日きなこ餅になります。ね、美味しいよね。ガラワさん、ありがとうございます。美味しい、大成功、幸せ丸。甘さ控えめすぎた。そう、ね、うん、ちょうどいい気がする。アルミホイルはなくてもラップのみでも大丈夫みたいだってよ。素敵。助かる。うん、甘すぎず甘くなさすぎずちょうどいいです。もりもり食べれるし、やわさもちょうどいい。びっくりした。うん、うん、お母さんにあんこともち米の炊き方を教えてもらったんだけど、よく覚えられませんでした。でもなんかあんこともち米の炊き方知りたくて、そう知りたかったし、おはぎ食べたかったから、そうおはぎ作ろうって言い出したんだけど、なんかそう結局よく分かんなかった、覚えられなかった。なんか、うん、なんか結構気合でいくみたい。なんかその時のもち米とおはぎの状態と話し合いながら行くみたいだから、そうよく覚えられなかったです。あ、名を教えてください。ありがとうございます。勘だね。うん、勘だし。私の家には心強いあの電気圧力鍋というものがいらっしゃいますので、はい、炊飯器もないしアルミホイルもないけど電気圧力鍋はあるので。はい、電気圧力鍋でもち米とあんこを炊きたいと思います。うん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 
電気圧力鍋ってすごいんですよ。お米も炊けるし玄米も炊けるし、電気圧力鍋で、電気圧力鍋で全て賄っております。お米炊けるし玄米炊けるし小豆炊けるしもち米炊けるし、いいですよ、優秀です。じゃあランキングを読みます。13位ネオアレスさん、ありがとうございます。12位焼きうどん、ありがとうございます。11位はるみさん、ありがとうございます。10位たっちゃん、ありがとうございます。9位ただの魚さん、ありがとうございます。8位カルビさん、ありがとうございます。7位ガロアさん、ありがとうございます。6位たっちゃんさん、ありがとうございます。5位あやさん、ありがとうございます。4位グッサンさん、ありがとうございます。3位バウチさん、ありがとうございます。2位タカさん、ありがとうございます。1位北の住人さん、ありがとうございます。それでは今日も見てくださり聞いてくださりありがとうございました。皆様ゆっくり休んでください。おやすみなさい。また明日。バイバーイ。